ビルガ水槽前にお集まりの皆様、こんにちは。もう間もなくですね、12時からこちらのベルーガ水槽前でベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めます。イベント会場はですね、ベルーガ水槽左側のガラスになりますので、右側のガラスのお客様は今のうちに左側へのご移動をお願いいたします。またですね、イベント始まりますとこちらのガラスの前にベルーガたちやってきてくれますが、その時にですね、カメラのフラッシュがわっと光ってしまうとベルガたちびっくりしてガラスの前からいなくなってしまうことがあるんですね。ですので、イベント中フラッシュ撮影はご遠慮いただくようお願いいたします。ますので皆様に先にベルーガの名前を紹介しておこうと思います。3頭見分けやすいのでぜひ皆さん名前を覚えて見分けられるようになってみてください。まず最初に紹介するのはですね、こちら一番体の大きなベルーガですね。名前をグレイと言います。グレイです。グレイという、かっこいい名前ですが、性別はメスです。はい、メスのベルーガなんですね。体が大きいことの他にですね、背中やお腹のあたりなどよく見てみるとちょっと渦巻きのような模様が入っているの分かりますかね。これグレイの特徴なんで皆さんぜひ覚えてください。でそんなグレイがですね、2012年に産んだ子供のベルーガがいます。それが今ですね、ちょっと奥側ですね、こちら泳いでいった体の小さなベルーガですね、一番小さいベルーガ、名前をミライと言います。未来、可愛らしい名前がついていますが、こちらはオスです。覚えてくださいね、皆さん。グレイと、未来、これが親子ですね。でもう一頭はお父さんというわけではありません。もう一頭は名古屋港水族館で2007年に生まれたメスのベルーガで、名前をナナと言います。はい、グレイ、未来、ナナですね。こちらがグレイで、こちらナナですね。はい、ナナです。一番小さいのがミライですね。わかりますかね、ミライ今うんちをしています。緑色っぽいの見えましたかね。ベルーガのうち緑色なのが普通なんです。3頭しかいなく体の大きさもそれぞれ違うので、外にいる、バンドウイルカなんかよりかはだいぶ見分けやすいかと思うので、皆さんぜひ見分けられるようになってみてください。
未来はですね、まあ、グレイの息子と紹介しましたが、もう子育ては終わっています。親離れもしています。というわけで、なかなか一緒に泳いでいる姿はもう見ることができないかもしれませんね。こちら7ですね。7はですね、運がいいと、もしかしたらこのイベント終わった後とか、まあ、イベントしてない時に時々ガラスの前に遊びに来てくれることがあります。ですので、ガラスの前でいろいろなことをしてみると7が遊びに来てくれるかもしれません。イベント始まるまででもう少々時間ありますので、ぜひ皆さん、この3とグレイ以来7を見分けられるようになってみてください。こんな風に、ね、時々本当に遊びに来てくれる時があります。それでは大変お待たせいたしました。時間になりましたので、イベント始めていきたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。今からベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めます。今回お話をするのはベルーガ飼育係の柿添です。皆さんどうぞよろしくお願いします。今ご覧いただいているこちらのベルーガという生き物ですが、皆さん、このベルーガたち、今日名古屋港水族館に来て初めて見たよという方はどれくらいいらっしゃいますか。はい、ちらほら手が上がっていますね。昔はですね、もっと上がっていたのですが、最近はですね、まあ、テレビで紹介されたり CM に出ていたりなんかしてね、ベルーガの知名度もだいぶ上がってきたかと思いますが、もともとこのベルーガたち、日本の周りの海では生活をしていない生き物です。日本では見ることがなかなかできないんですね。日本の水族館でも名古屋港水族館を含めた4つの水族館でしか飼育をしていない、そんな生き物なんです。で、このベルーガたちですね、もともとじゃあ一体どこに住んでいるのかというと、もともとは北極の周りの海で生活をしています。とても寒い海で生活をしているんですね。ベルーガたちの体型に皆さん注目してみましょう。冷たい海で生きていけるように体の周りに脂肪がたっぷりと蓄えられています。ですので、こんな風にですね、ちょっとずんぐりとした太ったような体型をしているんですね。一番大きな体のベルーガで、今ですね、体重がだいたい700キロから750キロぐらいになります。はい、脂肪がついていて体が大きいのがベルーガの特徴の一つです。そして体の色にも皆さん注目してみてください。真っ白な色をしていますが、北極の氷に紛れて天敵に見つからないように体の色が白くなったと考えられています。ちなみにベルーガたちを襲うやっぱり天敵というのはいるんですね。実は名古屋港水族館でも、飼育している生き物なんですが、また分かりますか。はい、シャチですね。シャチと、そして北極グマがベルーガたちの天敵に当たると言われています。こんな天敵から身を守るための体の色なんですね。他にも細かいところで言うと、北極の氷にぶつからないように背中に背びれがなくなったとも言われています。ベルーガが見に来てくれていますね。今回ですね、このイベントを頑張ってくれるのはこちらのプールにいる3頭のベルーガたちです。さあ、それではベルーガにガラスの前にやってきてもらってご挨拶をしてもらおうと思います。最初にやってきてくれるベルーガは体の一番小さなベルーガ。皆さん、最初にお話ししましたが、名前覚えていますか。はい、未来ですね。それでは未来やっていきます。これ未来じゃないですね、奥からやってきてます。はい、はい、未来やってきました。現在4歳ですね。はい、綺麗なリンクを作ってくれました。これイベントの最後の方で見せる予定だったので、皆さん今忘れてくださいね。はい、未来です。上手にリンク作ってくれました。
さあそれではみんなにご挨拶しましょう。こんにちは。はい、可愛らしく首を振ってご挨拶してくれています。で、はい、もう4歳なのでね、結構いろんなことができるようになってきました。ガラスの前でこうしてご挨拶するのも手の物ですね。はい、くるくる、はい、しっかりとこちらの合図にも反応してみたい、頑張ってくれています。子供の特徴としてですね、まだ体の色が灰色っぽいのを見てお分かりいただけるでしょうか。生まれた時はもっと濃い灰色をしていました。成長とともに徐々に体の色が白くなっていくんですね。はい、では上手にご挨拶してくれました。それでは一旦戻りましょう。ありがとう。今のベルーガが未来です。続いてやってきてくれるのは、はい、未来のお母さんですね。はい、イベント始まる前に、来ていた方にはお話ししましたが、名前をグレイと言います。はい、グレイやってきましたね。体がやっぱり大きいですよね。はい、グレイもご挨拶。こんにちは。非常にですね、グレイは性格としては真面目な性格をしていますね。今日は首振りの調子が悪そうですが、大丈夫でしょうか。この首ですが、横にももちろん動きます。この首が動くというのはですね、一見すると普通のことに思えるかもしれませんが、外でパフォーマンスを行うバンドイルカやカマイルカ、そしてシャチたち、ベルーガほど首を動かすことができません。この可愛らしい動きはなかなかできないですね。はい、上手にご挨拶してくれました。グレイも戻りましょう。帰っていいよ。はい、ありがとう。未来が4歳、グレイが今推計で18歳になります。そして最後にやってくるのが、はい、ナナという現在9歳のベルーガですね。はい、やってきました、ナナ。はい、ナナはですね、まあ結構いろんなことができますね。芸達者といいますかね、まあ、そんな一面もこのイベントの後半にはお見せしていきたいと思いますが、はい、で、ナナの、はい、皆さん注目していただきたいのは口ですね。まあ、ベルーガの不思議な魚の食べ方ということで、この後魚を食べてもらうんですが、やっぱりですね、口が重要なポイントになってきます。口が開く瞬間、口の周りがプルッと揺れているの分かりますか。ベルーガたち、口の周りの筋肉、とても柔らかいですね。これ重要なポイントなんで皆さん覚えておいてください。口がとっても柔らかいんです。はい、上手にご挨拶してくれました。それではナナ戻りましょう。今回はですね、この3頭でベルーガのトレーニング頑張っていきたいと思います。さあ、それではですね、続いては皆さんにベルーガたちが食べている餌の魚を紹介していこうと思います。ベルーガの不思議な魚の食べ方ですね。4種類の魚のうちから1種類今日は食べてもらいますが、まず1種類目こちらです。何の魚か分かりますか。皆さん名前知っているかと思います。食べたことがある方も、ほとんどが食べたことがあると思いますね。ほとんどの方が知っている魚、ちょっと小ぶりですが、これホッケです。ホッケですね。で、2種類目こちらになります。お腹に数の子を持っていることがある魚、はい、ニシンですね。ニシンです。はい、そして3種類目、はい、こちらですね、ちょっと小ぶりですが、この魚、名前知っている方ほとんどいないかと思います。この魚はキュウリウオと言います。匂いを嗅いでみるとキュウリの匂いがすることからこの名前になったと言われています。北の方で獲れる魚ですね。北海道ではスーパーなんかで売っていたりすることもあるみたいです。で、最後4種類目がこちら、この細長い魚ですね。こちらもっと小さい姿で食べたことがある方もいるかもしれませんが、イカナゴと言います。イカナゴです。ベルーガたちが今回食べる魚はこのイカナゴになります。
イカナゴというのはちょっと変わった性質を持っている魚でして、皆さんこちらのボードをご覧ください。ベルーガたちが海の底を見つめていますね。この海の底の砂の中には実はイカナゴが隠れています。イカナゴは砂の中に潜って天敵から身を守ったり、砂の中で寝たりする、そんな性質を持っている魚なんですね。ベルーガたちは野生ではこんなイカナゴを見つけ出して食べていると言われています。さあ、一体どうやってこんな砂の中にいる生き物を食べるのか、今回は皆さんにちょっとした装置を使ってご覧いただきたいと思います。降りてきましたね。装置の上の方には透明な筒がついていますが、この筒の中に先ほどご紹介したイカナゴがたっぷりと入っています。ですがベルガたちですね、このそこにあるイカナゴまで頭を突っ込んで食べることはできません。一体どのようにしてこのイカナゴを食べるのか、それではベルガに食べに来てもらいたいと思います。最初にやってくるのは、はい、未来のようですね。はい、未来が奥からやってきました。皆さんご注目ください。はい、食べましたね。皆さん今どうやって食べたか分かりましたか。吸ったという声が聞こえましたが大正解です。吸い込んで今食べました。はい、ですが吸うだけではありません。未来は吸う前、勢いよくですね、水をイカナゴに向かって吹きかけています。ふうふうふうと吹きかけて、そして口元まで来たところを吸い込んで食べているんですね。上手に食べていますね。まだ食べるようです。多分今回のイベント、未来これが最後になるので、皆さんね、カメラに撮ってあげてくださいね。はい、上手に食べてます。未来で今ですね、1日に9キロほどの魚を食べています。一番大きなベルーガですと、大体1日25キロ近く食べたりしていますね。あ、だんだんイカナゴが少なくなってくると難易度が上がってきます。はい、1本食べて、残り10本ほどですね。はい、たくさん食べて帰ってくれました。続いてはですね、7本食べに来てくれます。はい、7やってきましたね。7も、はい、未来より上手に食べてくれるかと思います。水を拭いて、吸い込んで。はい、吸い込んで食べてますね。口に入った時にもくもくと噛んでいるようにも見えるかもしれませんが、イカナゴは全て丸ゴミにして飲み込んでしまっています。はい、口の中から出てきていますね。ボクボクと噛んでしまうと魚の中の血が水の中に流れ出てしまいますね。はい、そういった栄養のロスをなくすために全て飲み込んで食べると考えられています。はい、上手に食べていますね。未来がほとんど食べてしまったのであと5本ほどですが、どうでしょうか。はい、残り3本で帰ってきましたね。まあ、このイベントで完食してくれるのは3ヶ月に1回ぐらいなので、はい、たくさん食べてくれました。さあ、このようにしてね、水を吹いたり吸ったりしながら今食べてくれましたが、実際に野生では先ほどの砂の中にいるイカナゴめがけて勢いよく水を吹きかけます。そして生きているイカナゴが驚いて飛び出てきたところをシュッと吸い込んで食べているんですね。この食べ方で砂の中にいる生き物以外にも、岩陰に潜む生き物なども見つけ出して食べたりしていると考えられています。あ、上手にイカナゴ食べてくれましたが、ここからはですね、こんなベルーガたちの特技を皆様にご覧いただきたいと思います。先ほど柔らかい口を使って勢いよく水を吹いてくれていましたが、この柔らかい口の中に空気を含むと一体どんなことができるでしょうか。さあ、それではグレイにガラスの前にやってきてもらいましょう。
はい、やってきてくれましたね。それでは口に空気をためて柔らかい口で吹いてもらいましょう。それではいきますよ。それ昨年上の方から降りてくるので皆さん目線向けておいてください。よいしょ。やっぱり最初に見ちゃったんで拍手かなり控えめでしたね。上手にバブルリング作ってくれました。柔らかい口に空気を含むことでバブルリングを作ることができるんですね。もう一度クレーンに作ってもらいましょう。それはい、息を作って出してくれましたね。今のこの後見てるやつだったんですけどね。はい、またやっちゃいましたね。もう一度リング作ってもらいましょう。それもう一度上から綺麗なリングを作って、よいしょ。はい、上手にリングを作って、はい、やってきてくれましたね。これがベルーガのバブルリングです。さあそれでは、はい、プレーには戻ってもらいましょう。ありがとう。あ、続いてはですね、はい、ガラスの前にナナにやってきてもらいたいと思います。ナナもリングを作ることがとっても得意です。はい、口でリングを作るのはもうお手の物ですね。それよいしょ。ちょっと足りないかな。もう一回それ。ああ、やったのようになってきましたね。一回ですね、7にもう一度空気を溜めてきてもらいましょう。ベルガたち、私たちと同じ肺呼吸なので水中にいるときは息を止めてます。はい、で空気を溜めてきてもらいました。あ、今度はですね、口ではなく頭の上についている鼻を使ってリングを作りたいと思います。頭の上ご注目ください。それおー、はい、もう一度それそれん、はい、よしですね。頭の上に輪っかができることからエンジェルリングと呼んでいます。さあ、ナナはですね、はい、今のエンジェルリング自分でくぐることもできます。さあ、出したエンジェルリングをくぐります。じゃあもうちょっと下かな。そう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 、いきますよ。それそれ、作ってくれましたね。これがナナのエンジェルリングくぐりという特技になります。私たちが教えたわけではなく、ナナが遊んでいるときに勝手にできるようになってしまった、はい、そんな種目なんですね。はい、上手にエンジェルリング作ってくれたところで一回ナナには戻ってもらいましょう。さあ、いろいろとですね、ベルーガたちの不思議な魚の食べ方、そしてバブルリングやエンジェルリングと紹介してきましたが、そろそろイベント終わりの時間です。最後にガナにやってきてもらって、もう一度ですね、皆様に、はい、お別れのご挨拶をしてもらおうと思います。はい、ガナやってきてくれました。それでは皆さんに向かってバイバーイ。はい、頑張って胸びれ振ってくれていますね。はい、しっかりとご挨拶できましたね。それでは、これでベルーガの不思議な魚の食べ方終わりにしたいと思います。皆さん最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後12時30分からは外のスタジアムでイルカのパフォーマンスが始まります。ぜひそちらもご覧になってください。この後も名古屋港水族館ごゆっくりとお楽しみください。
はい、皆さん最後までご覧いただきましてありがとうございました。